こんにちは、ランドアーズの森と申します。本日の物件はこちら、猫と暮らす家です。いや、猫と暮らすぐらいどの家でもできるだろうって思われたかもしれません。しかし今回の家、キャットウォークという猫用のスペースが設置されており、猫と人間が適度な距離感で快適に過ごすことができそうです。猫を飼っていない人には何の関係もない設備になってしまうのに、それを建て売りに設置するなんて思い切ったことをするもんです。さあ、一体どんな家になっているのか、ゆっくりとお楽しみください。それではどうぞ。はい、では行きましょう。玄関広いですね。というかシューズボックスがでかい、これセパレートタイプですね。上下分かれているものですけども、なんか通常よく見るやつの2倍ぐらい横幅がありますね。上部も、これだけのサイズが、設置されております。まあ、靴はね、いくらあっても足りないという声は大きいので、これぐらいあると非常に嬉しいんじゃないでしょうか。はい、では、中の方入っていきたいと思います。玄関収納たっぷりでございましたが、こちら一段登って中に入ると、またですね、こちらに収納がございます。はい、こちらは、高さを変えられる可動棚付きの収納となっております。こちらもですね、非常に奥行きもあって広い、掃除機とかですね、まあ、あと外から帰ってきて、まあ、お子さんのランドセルとかね、もうここにしまっちゃってもいいんじゃないかなと思います。カバンとか、アウトドアグッズとかね、あとスポーツ用品、そんなものを入れていただけるかと思います。で、1階に1つですね、おトイレがございます。はい、こちらは、階段下になっておりますので、このような少しですね、階段が出っ張っておりたい、おるタイプとなっております。で、こちらですね、リクシルさんの、おトイレがついております。窓ももちろんございますし、換気扇もついております。で、1階ですね、2部屋あるタイプとなっておりますが、まず1部屋目こちらですね、広さが 6.1 畳となっております。まあ、非常に 6.1 畳というと、まあ、6畳大体スタンダードなタイプとなっております。こちらですね、お一人には十分なサイズの、収納がございます。まあ、お部屋もですね、6畳ありまして、ちょっと、縦長のタイプっていうんですかね、結構使い勝手が良さそうな、タイプとなっております。はい、でもう一部屋行きましょう。こちらスライドドアを開けますと、はい、このようなタイプですね。こちら結構広め、7.3 畳のお部屋となっております。でさらにこちらはですね、収納が非常に優秀ですね。これだけ大きな収納がございます。ちょっと開けてみたいと思います。はい、全部開けるとこのようなタイプですね。非常に、収納力ありますし、ちょっと目を引くのがですね、この、天井ですね。天井もちょっと建具と色を合わせたような、クロスになっておりますので、非常にですね、何でしょう、ラグジュアリーな、空間となっております。はい、では、2階の方に移りたいと思います。そろそろ2階が見えてきました。何でしょうかあれは。なるほど、これ吹き抜けがズドーンと開いてまして、いや、空間がめちゃくちゃでかいですね。天井高っ。そして何ですか、あの階段のような壁にね、棚のようなものがバン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 とついていっておりますが、あちらちょっと収納にするにはですね、高さが高すぎるということで、まあ、おそらくですね、あれは猫ちゃん用のステップなんじゃないかなと思います。あちら上行きますと何につながっているのかというと、こんな感じですね。特にあれ以上上に行けることはないんですけども、まあ、中2階のようなですね、スペースがございます。まあ、ちょっと人間が登っていくような、ところではないですが、こちらですね、まあ猫が好きそうなとこですよね。まあそこからパパパ登ってきますからね。なるほど、猫と暮らす家ですね。今回のタイトル決まりました。猫が喜ぶ家、まあ、どっちにしようかな、まあ、こんな感じですね。そして、天井はですね、非常に高いんですけれども、あのようなですね、シーリングファン付きの、ライトが、設置されております。ここの
空間すごいですね、なかなか縦売りっぽくないというかですね、ぜひね、一度体感していただければなと思いますけれども、窓も非常に、大きな窓がついておりまして、かなり光が、差し込んでおります。非常に気持ちのいいリビングとなっておりまして、こちら床はですね、床暖房設置されておりますので冬でも暖かというような、スペースとなっております。で、ダイニングとキッチンですねがございます。ダイニングスペースですね、今ちょっとモデル家具で、このようなタイプが設置されておりますけれども、まだね、大きいサイズを置いていただいても、余裕かなというところですね。で、このキッチンの裏にはこういうニッチスペースですね、少し壁を、くり抜いてですね、空間を有効活用するといったような手法です。何かね、本とか何か物を置いていただくことができるようになっております。はい、そしてキッチンに移りまして、キッチンは L 型キッチンですね。はい、縦具と合わせたような盤面の色味となっております。もちろん食洗機もついておりますし、この水洗ですね、こちらの中には、浄水器カートリッジが入れられるようになってまして、浄水器一体型の水洗となっております。で、コンセントもねついておりますので、携帯の充電とかね、あとティファールを置いたりね、そういうことができるようになっています。で、あちらのスペース、あの角の部分に冷蔵庫を置いていただくような、設計となっております。で、カップボードはですね、こちらに置いていただくような、設計ですね。で、結構このキッチンの裏側ですね、ゆとりがありますので、いろいろご利用いただけるかなと思います。そしてキッチンの横ですね、このような、結構奥深いですね、こちらはパントリーとしてご利用いただければいいんじゃないかなと思いますけれども、お米とかね、お酒とかね、そういうのを置いていただくといいんじゃないかと思います。で、そして2階にも、おトイレがございます。こちらですね、はい、クロスはね、少しアクセントクロスで、種類を変えて、演出しております。で、こちらはですね、2階にはなかったんですけども、1階にはなかったんですけども、2階はこの上部に収納がついております。はい、で、こちらは1階と同じタイプのおトイレですね。もちろんシャワートイレとなっております。はい、そして、洗面スペースですね、結構なんかゆったりしている感じがあるのと、あと非常に窓が大きいので、すごい明るいスペースとなっております。結構ね、洗面スペース暗かったりするんですけど、非常に気持ちいいあの光が差し込んでおります。洗面化粧台と、洗濯機置き場ですねがございます。で、ユニットバスですね。はい、モデルルーム恒例のこの植物を絡めたこの、ユニットバスとなっております。こちらこのようなタイプですね、これは TOTO のサザナですね。はい、床はねポッカラリ床というですね、冬でも、足元ひんやりしませんよというようなタイプの商品となっております。非常に水はけも良くて人気の商品となっております。はい、それではですね、2階の設備関係以上になりまして、もう一度ね最後この特徴的な、このリビング、映しておきたいと思います。まあ、もちろんね、ペット飼ってない方でも全然大丈夫なんですけど、ペットを飼ってらっしゃる方だとより一層楽しいんじゃないかというような空間でございました。はい、では3階の方に行きたいと思います。はい、3階に着きました。3階の、まず真ん中のお部屋ですね、こちらが 4.6 畳のお部屋となっております。まあ、お子様の部屋にぴったりというような感じですね。隣もね、建物がなくて空き地になってますので、ね、非常にね、光もうまく取り込めてるかなと思います。で、こちら収納ですね。ハンガーパイプ付きの収納がございます。はい、で、最後のお部屋ですね。あ、その前に廊下に、また収納がございます。結構収納充実してますね。階段上になってますので、ちょっと、床はね上がってますけども、このようなタイプの収納がついております。はい、で、こちら最後のお部屋ですね、入ってすぐに収納スペースが、あるタイプですね、収納がこちらですね。はい、このようなですね、結構ワイドな収納がついておりまして、そして、バルコニーに面している、お部屋となっております。広さが 6.7 畳ですね、非常にバルコニーがあり、窓が大きいので、気持ちのいい光が差し込んでおります。やっぱりね、窓が小さいとなかなか閉塞感が強かったりですね、ありますけども、非常に気持ちいい空間となってます。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。
いや面白いですよねこの空間。もう一回最後上映しておきましょうか。はい、こんな感じでね、猫ちゃんとかペット飼ってらっしゃる方は非常に面白いんじゃないでしょうか。まあ、注文住宅の際もですねちょっと参考にしていただくと面白いんじゃないかと思います。いや本当に家っていいですね。それでは皆様またお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。